ああ、こんな感じでいいかな。傷薬を持ってきたようだな。レント、これを使え。やれやれ、助かったぜ。ありがてえ。大して強い薬でもないと思うけど、そんな大怪我でもないだろうし、なんとかなるんじゃないかな。しかし、傷薬を持ってくると言ってすぐに調合をするようになるあたり、錬金術師っぽくなってきたな。そうかな。まったくだ。頼りになるぜ。そうか、それならちょっとくらい自慢しちゃってもいいかな。でもこんな話できるのはレントとタオ以外だとクラウディアくらいか。どうしようかな。どこに入れようかな。おお、いいかいい、これでいいかな。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。やあ！
ま、どれが。何を引き取っても。これで取引する。どれが。取引成立だ。用意してあるよ。本当？ありがとう。って今日はそれ目当てで来たんだよね。さあどうぞ召し上がれ。クラウディアンちのお茶とお菓子って本当美味しいね。そう？お茶はいい派かもしれないけど、このクッキーは私が焼いたんだよ。すごいなあ。あたしそういうの全然ダメでさ、クラウディアのこと尊敬しちゃうよ。私よりライザたちの方がずっとすごいよ。あれからもみんな頑張ってるんでしょ。まあね、レントもタオもそれぞれ理由があるからがむしゃらに突っ走ってるよ。ライザも錬金術を。うん、だんだん調合のコツが分かってきた気がしてさ、もうどっぷりハマっちゃってる。採取の時はレントとタオにも来てもらってるけど、遠出するのもすっかり慣れてきたみたい。いいな。あ、私もみんなと冒険に行ってみたい。そうだね。私たちがクラウディアを守れるくらい強くなったら、クラウディアのお父さんに相談してみようか。本当？ありがとう。約束だよ、ライザ。うん、約束ね。ライザー、お客様よ。バレンツのお嬢さん。はーい、上がってもらって。お母さん、クラウディアにだけ態度が違うんだよね。失礼します。こんにちは、ライザー。いらっしゃい、クラウディア。本当に何にもないけど、ゆっくりしていって。ありがとう。今は一人？うん、レントもタオも用事があるみたい。あ、それフルートの。どうしたの？実は、その、みんなの、で、え、何？深呼吸するね。は？え？何？どういうこと？
ざ一人が相手なら勇気を出せると思って聞いてほしいの。その私のフルート。フルート弾く。あ、聞かせてくれるの？私に？みんなが頑張ってるって聞いて私も考えたの。うん、違う、羨ましくなったのかも。クラウディア、どうかな？いいよ、もちろん大歓迎。あ、でも私音楽とかそういう教養っぽいのわからないけど。そんなこと関係ないよ、ただ聞いてくれるだけでいいの。わかった、それじゃあよろしくお願いします。はい、行きます。音楽のことはわからないけど、綺麗な音。どうも、ありがとうございました。すごく、すごく綺麗な音だった、クラウディア。なんていうか、とにかく、すごく綺麗。ありがとう。私もすごくすごく嬉しい、ライザ。勇気を出してよかった。それじゃあ私戻るね。今日はフルートを聴いてもらうためだけに来たから。うん、また聞かせてね。そんなに照れなくていいのに。ライザ、いい加減農作業手伝ってちょうだい。だから今は錬金術の研究で手が離せないって言ってるでしょ。またそれかい。わけわかんないものに熱あげて農作業をおろそかにするなんて母さん許さないからね。わけわかんないものって何よ。変な道具使って変なこと始めたって方々で噂になってるわよ。まったく。なんでそこでまったくなんて感想になんのさ。言うならすごいわねでしょ。いつも見たくレントやタウと遊ぶだけならまだしも、今度はバレンツのお嬢さんまで巻き込んで。何よ、お母さんは何にも知らないくせに。錬金術は遊びなんかじゃない。ライザ、本当に性のない子だよ。って錬金術のことを変とか遊びとかお母さんがさ、みんなもひどいと思わない？
いろいろ頑張ってるつもりだったけど、ミオさんだけじゃないな。村の連中の認識もその程度なんだろう。島にこもりっきりな大人たちの頭の固さは筋金入りってことだよ。まあ分かってたけどさ。新しいことは何でもうさんくさく感じるわけだ。新しい商売を始めるモイッツさんがマシに見えるぜ。とにかくこんなガミガミ言われる環境じゃ眺望に集中できないわけ。そこで私に一つとんでもなく素晴らしい名案があるのです。名案？はいはい、伺いましょうか、錬金術師殿。何なんでしょうかね、その名案ってのは。その反応、後悔させてあげるわ。名案とは、私たちだけの秘密の隠れ家を作るよ。なるほど、出入りするだけでガミガミ言われる実家の屋根裏から本拠地を移しちゃうわけか。本当に名案じゃねえか、驚いたぜ。何よその褒め方。すごく素敵な案だと思うよ、ライザ。私たちの隠れ家だもんね。そう、私たちだけのね。あ、でもアンペルさんとリラさんには教えときたいかも。まあ、あの二人も仲間みたいなもんだしな。それで、隠れ家を作る場所に心当たりはあるのか？もちろん、小妖精の森にある広場がいいと思うんだ。あそこなら魔物も入ってこないし。大群。でも村の人にはまず見つからないね。湖に面してて土台もある。これは確かに名案かも。ふふん。でしょ？もっと私を褒めなさい。すごいよライザ、自分たちだけで家を建てるなんて、そんな難しそうなこと私じゃ絶対に思いつけないし。うんうん、私はすごくて発想も。家を建てる？え？おい、ライザ。そういえば隠れ家って家が必要だったかな？かな？じゃねえ。ったく、気分だけでも盛り上がった俺らがバカみたいじゃねえか。そこはそれ、錬金術でパパーッと立てるってわけにはいかない？なんで僕らに聞くのさ、錬金術師はライザでしょ。アンペルさんに相談してみたらどうかな。何かヒントをくれるかも。そうだね、うん、そうしよう。何しようかな。隠れ家の建て方とか錬金術を使ってできたりしないかなって。気軽に頼れとは言ったが、独り立ちしたばかりだろ。自分たちの隠れ家作りで早速根を上げるのか。やっぱりそううまくはいかないか。
大体一人前の錬金術師が作ろうと思い立ったなら、それが何であれ、まず自分でレシピを想像すべきだ。は？柱なら柱、壁なら壁、いや、家丸ごとすらも調合の結果として捉え、レシピを想像する、錬金術で作る他の道具みたいに。重要なのは想像と結果を直結させる勘だ。私なら材料は想像を実現するための触媒と考える。私たちの隠れ家、結果、想像、材料、なんとなく分かったかも。あっと、ありがとう、アンペルさん。お前が私の独り言をどう生かそうが私の知ったことではない。せいぜい驚かせてみろ。分かった、すっごい隠れ家を作って二人を招待するからね。なんだ？いや、何、錬金術師というのはどいつもこいつも可愛いと思っただけだ。ライザ、隠れ家の直し方を思いついたって本当？小さくても建物だろ、そんな一朝一夕に思いつけるもんなのかよ。適当な思いつきで直してもすぐ崩れるんじゃ。アンペルさんみたいにうまく説明はできないけど、私の隠れ家の完成形をイメージしてみたの。イメージ？そう、家ならどんな感じの材料が必要かってある程度推測できるじゃない。それが分かればどの材料をどう錬金術で調合すればいいかもなんとなく分かってくるわけ。そうなのか。ちょっと待ってよ。これとこれ。必要な材料をまとめてみた。これだけ揃えば隠れ家が建てられる気がする。この材料を作るための原材料もたくさん採取しなきゃいけないけど、この材料から調合、完成までがつながっていく錬金術師としての革新ってやつ、信じてくれる？ま、面白そうではあるか。このメモにあるものを用意すればいいんだな。僕もどうやって隠れ家が出来上がっていくのか興味は湧いたかも。私も採取についていければ本当の仲間に。クラウディア、何か言った？ううん、何でも。私にも何か手伝えることはない？クラウディアには完成後に手伝ってほしいかな。レントとタオのセンスじゃ内装は任せられないからさ。随分な言い草だな。せっかく手伝ってやるっつってんのに。そうだよ、ライザは僕らのありがたみについてもう少しちゃんと認識してほしいな。ごめんごめん、ちゃんとありがたいって思ってるから。それじゃあ私はみんなが採取してる間お弁当やおやつを用意して待ってるね。ほんと？前にもらったクッキー美味しかったんだ。がぜんやる気が出てきたよ。むしろそのためにライザを手伝うのもありだな。あんたらね。あ、そうだ、
作った材料の管理は3人に任せていい？ああ、そっか。ライザに持たせたままじゃ、せっかくの材料も錬金術に使われかねないね。そうそう、そういうこと。ったく、偉そうに言うなよな。何にしても、やることは決まったわけだ。ちゃっちゃと材料を作って、隠れ家を直しに行こうぜ。なんとなく見てたが、やっぱり錬金術ってすごいもんだね。材料が全然違うものになるなんて、まるで魔法みたい。まだ始まったばかりよ。どんどん調合するからしっかり運んでね。森の広場まで出来上がったものを一つ一つ運ぶのか。とんでもない重労働になりそうだな。いっそのことを森で調合すりゃいいだろうに、なんでわざわざここから運ぶ手間をかけるんだ。集中が必要な調合を野外でできるわけないでしょ。量も多いし、ここでじっくりやらないと。へー、ライザも本当の錬金術師みたいな物言いをするようになってきたね。ああ、俺も今そう思った。本当の錬金術師なの。もう二人とも張り切ってるライザの邪魔がしたいの？ああ、ごめんなさい。あ、そういうつもりじゃなくて、俺たちなりに励ましてるというか。本当？半分くらいは多分ね。さて、それじゃ本当の錬金術師の力を見せつけてあげるわよ。何作っちゃおうかな。どこにしよう。いいもの、で、いいもの、できそうだよ。うわ、いいもの、どれにしようかな。これでいいかな。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。どこに入れようかな。いいもの、で、うわ、いい感じか。うわ、いいもの、どれにしようかな。これでいい。うまくいくかな。できた、バッチリ。どこにしよう。いいもの、できそう。いいもの、できそう。うわ、いいか。うわ、どれにしよう。これで、さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこにしよう。
どこまで続いてるんだろうな、この道。取れたよ。よし、あった。そ、これなら余裕だね。おやおや、行くよ。そこ、今だ。これくらい当然さ。島から近いのに植生が島と全然違うんだよね。なんでだろう。それ、よいしょ。キノコ取ったぜ。もっといるか。よいしょ。よし、あった。これは毒があるやつ。いや、ないやつかな。あん、紛らわしい。草なら俺でも集められそうだな。キノコ、キノコ。毒を持ってるのもあるから触るときは気をつけなきゃ。これならいけるよね。ライザ、頼んだ。今だ。痛えな。これならどう。よし、ライザ、追撃するね。これくらい当然さ。植物でいいのかな。よいしょ。よし、取れた。植物はたくさんあって困ることはないよね。よし、あった。これならいけるよね。そこ、そこ、避けられるかな。行くよ。さあ、どんどん進もう。んーしょ。それこんな感じでいいか。木を見つけるだけなら簡単だぜ。よーいしょ。よーいしょ。場所が変わると取れる木材の種類も。よーいしょ。どういうのがあるといいんだろう。うーんしょ。やあ。やあ。そのままで使っても薬になりそうだけど。ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。よし、あった。虫が何の役に立つかはわからないけど、とりあえず集めよう。これなら余裕だね。行くよ。これでどうだ。えい。せやな。もう終わりかよ。また一つ強くなれたぜ。
まだまだ強くなるよ。おっとっと、あ、もっと頑張らないとね。これが薬の材料ってわけか。俺もこの辺は詳しくなっておいた方が良さそうだな。宝石っていろいろあるな。見た目これならいけるよね。いくよ。おりゃ、そここれならどう。せっもう終わりかよ。何が出るかな。そうだね。お。いや、ところでさ、そうだね。どうしようかな。どこに入れようかな。いいもの。いいかと、いいか、いい、どれがいいか、これうまくいくかな。やった、できた。どこにしよう。いいもの、できたと、いいか、いいもの、できたと、どれがいいかな。これでさ、どうだ。できた、バッチリ。少しは成長できたみたい。この辺りなら安全そうかな。
匂い。さあ、やあ、よーいしょ、よーいしょ、よーいしょ、宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。しょ、この木材で何作ろうかな。いろんなの作れそうだよね。そういや、島にはあまり鉱石ってないよね。神秘的。やあ、いろんな調合に使えそうな予感がするよ。え、肩慣らしにもならねえな。おりゃ、一気に畳みかけるよ。いくよ。今だ。すげえな。一気にいくぜ。とっておきの炎だ。これくらい当然さ。よし、あった。やあ、やあ、そう、絡まっちまった。せーの、切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。これならいけるよね。そこ、せい、当たれ。今だ。ライザー、隙を作って。おりゃ、今だ。そこ、さあ、どんどん進もう。それ、この宝石はどんな性能だったっけか。だってわからないな。肩慣らしにもならねえな。今だ。せい、これならどう。そこ、ライダー、隙を作って。せい、今だ、今だ、行くよ。これくらい当然さ。これなら余裕だね。当たれ。うぜえな。そこ、おりゃ、えい、そこ、だ、今だ。せい、えい。もう終わりかよ。大きい材料なら俺の剣で細かくするか。それ、
毒があるはずだよ、気をつけてね。さあ行くぜ。せい。行くよ。今だ。おや。ライザ、今だ。頼んだ。いいな。今だ。せい。せい。ライザ、隙を作って。行くよ。進もにやっちゃおう。おや。今だ。うぜえな。行くよ。おや。今だ。ライダー、ライダー、隙を作って。今だ。おや。今だ。せい。そこ。行くよ。やもう終わりかよ。どうしようかな。どこに入れようかな。いいもの、できそうな予感。いいもの、できそう。どれにしよう。これでさ、どうだ。悪くないんじゃないかな。よし、休んじゃおう。景色見てるとなんかお腹空いてきちゃうな。せーの、お弁当持ってくればよかった。せーの、ここ潮の満ち引きがあるはずなんだよね。いつ沈むかわからないよ。僕もこれは何か神秘的な力がありそうだって思えるよ。本当にあるかどうかはわからないけど。こいつにはこれでも神秘的なものを感じるな。肩慣らしにもならねえな。そこ行くよ。今だ。ライダー、隙を作って。今だ。そこ。もう終わりかよ。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとっと、あ、もっと頑張らないとね。そうね。これ僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。よい、知ってるよね。
これなら余裕だね。今だ。おりゃ。そこ。当たれ。ライザー、隙を作って。せい。そこ。おりゃ。そこ。これくらい当然さ。これならいけるよね。当たれ。おりゃ。そこ。まだまだ。今だ。もう終わりかよ。魚しか見たことなかったけど、いろんな形のがいるんだな。よーいしょ。よし、あった。よし。しょ。さあ、行くぜ。行くよ。そこ。まだ。そこ。えい。ライダー、隙を作って。きれいな。そこ。おや。今だ。当たれ。僕も続くよ。そこ。今だ。もう終わりかよ。よいしょ。よいしょ。魚の目って何考えてるか分かんなくて気味が悪い。それ。よし。気をつけて。おりゃ。そこ。そこ。まだ。行くよ。おりゃ。おりゃ。みんな一緒に決めるよ。これならどう？さあ、どんどん進もう。今だ。行くよ。そこ。ライダー、隙を作って。まだまだ。今だ。おや。行くよ。今だ。おや。追撃するね。とっておきのフォローだ。これくらい当然さ。一気にやっちゃおう。一気に畳みかけるよ。いくよ。今だ。頼んだ。せっ。ライダー、隙を。せっ。いいな。今だ。当たれ。今だ。追撃するね。ほらよ。
もう終わりかよ。どうしようかな。どこにしよう。いいもの、できそうな予感。いいもの、できそう。いい、どれがいいかな。これでいい。さあ、どうだ。できた。バッチリ。どこに入れようかな。いいもの、できそうな予感。いいもの、でき、いいもの、どれにしよう。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れよう。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。おお、いい、いいもの、どれがいいかな。これでうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。ふう、休まるね。何が起こるか楽しみだな。よし、それじゃあ腕試しといくか。細いのとか小さいのとか探すの苦手なんだよな。これならいけるよね。そこ痛えな。今だ。おや、いけるだ。隙を作って。そこ痛えな。行くよ。おや、そこライザ、そこ。せい。もう終わりかよ。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとだ。あ、もっと頑張らないとね。取れたよ。ちょっと僕に近づかないでよ。虫が嫌いなの知ってるだろう。休まるね。
人は苦手なんだよ。俺がやったらみんな潰しちまうからな。やあ、やっ、肩慣らしにもならねえな。せいせい、そこ行くよ。そこ、おや、せい、せいな。みんな一緒に決めるよ。行くよ。今だ。じゃあ決め。もう終わりかよ。よし、あった。やあ、やあ、やあ。よし、冒険だ。新しい何かを目指して。これでどうだろう。よし、これで揃ったかな。やこれでど、必要な分はこれで揃ったかな。こんな、よし、これは必要そうな分全部揃ったね。さて、材料も一通り揃って、あとは組み立てるだけか。運び込むのは大変だったが、しかし、なんだ、やろうと思えば何でもできちまうもんだな。うん、想像と現実って意外に近いんだな。ちょっと考えにふけるのはまだ早いわよ。今までは準備で、ここからが本番なんだから。そうだね。でもこの山ほどある部品をちゃんと間違えずに組み立てられるかな。大丈夫、完成した形と部品はしっかりイメージでつながってるから、私の指示通りにして。うん、分かった。改めて思うけど、錬金術師ってすごいもんだね。そうだな。よし、それじゃあ始めるか。ほら、そこ手を休めない。ライザも命令ばかりじゃなくてちょっとは手伝えよ。いいのよ、私は指示出し係なの。全体を見て判断する人が必要でしょ。僕は肉体労働に向いてないのに。みんな、お茶が入ったよ。できた。ああ、できたな。できたね。できちゃった。本当に。ちゃんと錬金釜も向けたし、書き物ができる机なんかも持ってきちゃったよ。
いろいろ持ち込める、でっかいスペースもあるぜ。みんなでのんびりできる私たちの隠れ家。完成だ！よっしゃ！やったー！信じられない！本当にできちゃった！すごいよ、ライザ！本当、錬金術師様々だよ。俺たちにできること、やったことってのが今、目の前にあるんだな。うん、私も少しは手伝えて嬉しい。そうだ、隠れ家の名前は私が決めていいよね。ああ、ライザの錬金術がなければできなかったんだ。文句はないぜ。それで、どんな名前にするつもりなの？アトリエ、ライザのアトリエでどうかな？いいんじゃない？飾り気のなさが家主にぴったりだ。一言余計よ、たく。これからよろしくね、ライザのアトリエ。こうしてアトリエができたことだし、私一つ誓いを立てようと思う。誓い？我がアトリエ完成を機に改めて誓います。私は錬金術師としてもっと上達する。なるほどな。俺は冒険者として、あの山の彼方にそびえる塔を攻略して、村の連中に目にもの見せてやるぜ。僕は家の書庫に積み上げられた文献を読破して、そこに記された知識すべてに触れたい。私は、うん、私もいつか誰の前でも、お父さんの前でもフルートを演奏する。フルートか。そういや、まだ聞かせてもらってなかったな。誰の前でもって、当然僕らも入ってるよね。うん、頑張ってまず二人の前でも吹けるようになる。ライザの次はやっぱりレント君とタオ君だもの。楽しみだな。あって、ライザの次？もしかしてライザだけもう聞いてたりするのか？まあね。羨ましいでしょ。あ、私が勝手に恥ずかしがってライザだけに聞いてもらったんだ。ごめんね。謝るようなことじゃないよ。そうそう、慣れないうちはライザで十分だろう。ちょっと、何よその言い草は。私もみんなみたいに頑張らないと。
まだ細かいものがいろいろと足りないかもな。必要と思ったものをみんなで持ち寄ればいいでしょ。これからはいくらでも置いとけるんだからさ。いいね、それでこそ僕らの隠れ家だ。私も小物とか飾ってみたいけど、いいかな。変な遠慮しない。ここはクラウディアの隠れ家でもあるんだからさ。うん、ありがとう。どうしたの、レント。まさか魔物？そんな、ここには入ってこないはずじゃ。そのはずなんだが、嫌な空気だ。森がざわついてる気がする。言われてみれば、なんだろう。気味が悪いな。背筋がゾワゾワしてきたよ。あっちか。様子見に行ってみる。なんでさ、危険には近づくなってリラさんにも言われてるのに。せっかくアトリエが完成したのに、これじゃクラウディアも安心して過ごせないでしょ。様子を見るだけだ。リラさんに伝える分だけを確認したらすぐに引き返すぞ、ライザ。分かってる。すぐ戻るから、クラウディアはここで待ってて。うん。みんな、気をつけて。任せとけって。危なくなった時の逃走方法は、一番最初に叩き込まれたからな。とにかく慎重に、慎重にね。ええ、行くわよ。慎重かつ大胆に。新しいこと起こるかな。やあ、せーの。肩ならしにもならねえな。おりゃおりゃ、行くよ。今だ。そこ行くよ。そこ行くよ。ライザ、頼んだ。そこ、これくらい当然さ。せーの、それ。よし、あった。肩ならしにもならねえな。おりゃおりゃ、行くよ。今だ。そこ行くよ。行けな。おりゃ、そこ、そこ、そこ。ジャイザ、頼んだ。これくらい当然さ。よいしょ、よいしょ。
いけるよね。おりゃ今だ。えい、痛えな。今だもう終わりかよ。糸って結構貴重品だよね。作るの大変そうだもん。そうだ、これなら余裕だね。せい、おや、いくよ。そこ今だ。せい、もう終わりかよ。良さそうだ。おりゃ、次行くよ。そこ、そこ、ちょっと、せい、せい、これならどう。そこ今だ。ライザ頼んだ。ライザ、おりゃ、せい、今だ。そこ、そこ、ここ、今だ。サポートするよ。今だ。そこ、今だ。いくよ。そこ、切り裂く。そこ、いくよ。ライザ、頼んだ。隙を作って。これでどうだ。オラオラオラ。燃え上がれ。当たれ。まだまだいけそうだね。
森中で気配がざわついてるのに、見た感じは何も変わってない。確かに変だね。何が起きてるんだろう。おかしいのが確かならもう帰ろうよ。その何かが起きてからじゃ遅いんだしさ。なんだこいつ。魔物、なんかすごい魔物だ。なんなのこいつ、体が震える。全然聞いてねえ。クソ、どうすりゃいいんだ。逃げないとダメなのに、足がすくんで。うわあ、クレラ、クレラ。なんだ、どうした。逃げた、それとも逃がしてくれた。早く、今のうちだよ。早く逃げよう。逃げなきゃ、逃げるよ。一体何だったのあれ。わからんが、今はタオに大賛成だ。他にもいるかもしれない。注意しながら逃げると。あ、ライザ、どうだった。クラウディア、話は後だよ。早く島に戻ろう。そうだ、アンペルさんたちなら何か知ってるかも。後で行ってみよう。休まるね。